ご紹介預かりました、藤見敏夫と申します。もともと農学部、京都大学の農学部出身なんですが、COE 研究員として多田野先生とともに1年半ほどを研究させていただいて、その後熊本大学で働いてたんですけれども、今年の4月1日より、また京大防災研で准教授として働かせていただくことになりました。で、私の専門ですが、不確実性化の意思決定モデルというのを中心に、まあ、防災減災への応用を、研究やってまして、で、まあ、私の研究をこうご紹介するにあたって、いきなり細かい話に行くより、まあ、全体像みたいなのを見てもらった方がより、分かってもらいやすいかなと思ったので、その不確実性化の意思決定モデルをですね、合理主義から自然主義への潮流の中でということで、まあまあ、どういうふうに進化してきたかも含めて、ご紹介したいと思っています。で、本日の内容はこの5つになります。で、メインは2、3、4になるんですが、まあ、合理主義と自然主義という、まあ、これちょっと哲学用語なんですけれども、まあ、そういう立場が、まあ、意思決定の中でありまして、まあ、どういうことかと言いますと、人の意思決定をモデル化することの難しさということで、まあ、まずやっぱり非常に複雑だということと、心の中は観測不可能だという、まあ、2点はあります。ただ、複雑だったり観測不能というのは自然現象でも多々あるんですが、まあ、人の意思決定をモデル化にするにあたって、まあ、特別に難しいっていうのが、まあ、予測の自己破壊的な側面があると。A 君の意思決定を予測したときに、その予測を知った A 君は予測とは違う意思決定ができるということですね。例えば、じゃんけんで A 君がグーを出そうと思っていても、グーを出すと予測されたことを知っていれ知ったら、まあ、チョキに変えてしまう。で、まあ、チョキが予測されたら、まあ、パーに変えるとか、まあ、なんかそのエンドレスになってしまう。コロナの件でも、まあ、70万人ぐらい亡くなるという話が、まあ、人の意思決定を変えて、まあ、これだけ少なくて済んだみたいな、まあ、そういうような話がありまして、そこが、まあ、自然現象のモデルと一つ違う、大きく違うところです。で、さらに、まあ、本質的なところは自由意志ですね。モデルで意思決定が完全に予測できるなら、まあ、人間に自由意志がないということになっちゃうので、まあ、このあたりも非常に難しい問題としてあります。ですので、まあ、人の心とか、意思決定みたいなのは、まあ、自然現象とはちょっと違う枠組みで扱うというのが主流です。で、それを、まあ、合理主義というふうに呼ぶらしいですが、まあ、信念、先行、まあ、欲求ですね、あと意図などの心的現象は、まあ、指向性、意識を対象に向ける特性を有している点で、物質的、自然的現象とは区別できるという立場で、まあ、こういう意識特有の概念ですね。信念とか先行、まあ、欲求とか意図などで意思決定を説明する。まあ、これが圧倒的に、まあ、主流の意思決定モデルの考え、枠組みになります。ただ、最近、自然主義と呼ばれるアプローチも広がりを見せつつありまして、で、この自然主義ってのはどういうものかというと、人を、まあ、他の動物の延長線上に位置づけて、先行、欲求、意図なども、生物学的な機能として扱います。あと、神経ネットワークや進化適応などから、まあ、人の意思決定も自然科学的に説明できるだろうということで、まあ、心の哲学とか、まあ、心理学、経済学はもちろん、倫理学とか美学という世界、まあ、本当に心の中でしか扱えないような世界も、まあ、こういう自然科学的なアプローチで、まあ、分析してみようというか、攻めてみようという、まあ、そういう方法論があります。これ、なんかちょっと最近の流行りみたいなところがあるんですが、ただ、全体的な歴史を見ても、まあ、そういう合理主義から自然主義への流れっていうのは、なんとなく見えてきまして、まあ、ざっくりと意思決定モデルに関する歴史をまとめてみたんですが、最初は、まあ、ギリシャ時代ですね。心について初めて体系的に議論したのはアリストテレスらしくですね。まあ、心について、日本語の文献の、心とは何かという、まあ、講談社文庫になってますが、まあ、それで、まあ、
初めて体系的に議論される。で、そのアリストテレス自身は心っていうのは、身体の機能とか状態として扱ってまして、どちらかというと、まあ、心身一元論、自然主義的なアプローチに近い、ものです。で、そこからだいぶ時間が経ちまして、まあ、デカルトの心身二元論ということで、二つの実体ということで、精神と延長に分かれて、で、まあ、延長の方は、まあ、身体ということで、医学の方で、専門化していくと。で、精神の方は、また独立して、まあ、経済学の文脈と心理学の文脈で、まあ、分かれて専門化していく。まあ、そういうふうな流れになってます。で、経済学の分野では、まず最初に、まあ、社会哲学なんですが、まあ、功利主義という立場で、この功利っていうのは、経済学でいう効用と同じユーティリティっていう、同じものです。で、それから、まあ、満足度、人は満足度で意思決定するみたいな、そういう発想が、まあ、経済学で、物の価値が、それを作るために投入した資源とか、労力じゃなくて、まあ、満足度で決まりますよと。まあ、そういうふうな、効用価値説に、が、まあ、成立するにあたって、まあ、効用の数式化ということで、まあ、効用が数学化していく。まあ、こういう形で、まあ、経済学として分化していってる。で、まあ、心理学の方は、まあ、哲学の世界で、まあ、いろいろ思考で議論されてきたことを実験を用いて、まあ、意識内容を対象として、分析する。まあ、そういう実験的なアプローチ。まあ、科学化が進みました。で、効用も、意識っていうのも、まあ、あまり明確な概念じゃなくて、景気とか人気とかと一緒で、まあ、具体的に何なのって言われると意外と困る。まあ、そういう、概念なので、それをもっと厳密科学化、ちゃんと客観的に測れるもので定義しましょうという流れが、まあ、論理実証主義の背景のもとに行われて、経済学だと先行ですね。選択データを重視して、まあ、効用を考える。あと心理学だと行動主義ということで、まあ、行動を、まあ、意識内面に入らずに、ふわふわしている意識内面に入らずに、まあ、行動から言えることに限定しましょうみたいな、そういう流れができました。で、そこからさらに、経済学の世界だと、まあ、先行っていうのをベースした効用理論で、ミクロ経済学っていうのが組み上がって、今でも、まあ、現役バリバリで使われてるんですけれども、意思決定の文脈で言うと、効用、先行自体が、確実な結果しか扱えないので、不確実な状況として、まあ、客観確率がわかる状況を扱えるようになります。それが期待効用モデルになります。で、さらには、まあ、主観的な確率も扱えるようになって、主観的期待効用モデルっていうのができてきます。で、心理学の方は、まあ、行動だけで、心理について語るってなかなか厳しいっていうところもあるのと、あとは、まあ、コンピューターが発達してきて、まあ、心理を、の過程を情報処理のモデルとして扱おうという、まあ、そういう認知心理学っていうのが、立ち上がりました。で、まあ、この段階だとまだほぼ分化した、経済と心理に分化している状況なんですが、期待効用モデルで、大体のことは説明、意思決定をうまく説明できるんですけど、うまく説明できないような状況っていうのが、いくつかありまして、まあ、それをうまく説明するための理論、プロスペクト理論っていうのが、まあ、認知心理学の知見とかを、まあ、応用することで出来上がる。ここで、まあ、心理学と経済学の融合が、なされるということですね。で、まあ、主観的期待効用で、まあ、主観確率を導入したんですが、実は主観確率が、まあ、唯一に決まんないような、もっと不確実性の高い状況があるぞということで、まあ、そういうのを曖昧性というんですが、まあ、曖昧性っていうもとでも、こう、期待効用モデルができています。で、この曖昧性化の期待効用モデルっていうのは、まあ、結構、いろいろ、まだ群雄割拠の状況でして、いろいろあるんですが、まあ、主流なのは3つぐらいかな。で、このソースディペンダント期待効用っていうのに、まあ、プロスペクト理論っていうのが、まあ、このプロスペクト理論が
曖昧性化に拡張したのがこのソース次元断的対抗力というふうに述べたということです。で、下側ですが、プロスペクト理論で、人の、まあ、ある種、選択をうまく説明できるようになったんですけども、まあ、それはなんでそういうことになっているのかっていうのを、まあ、二重過程理論という、まあ、認知心理学の一つの成果を使って説明して、まあ、合理的、まあ、期待行為というのは合理的な意思決定というふうに見なされるんですが、それとはずれる、まあ、意思決定を、まあ、バイアスというふうな形で、そういう心の癖みたいなのをうまく活かした形で、まあ、政策設計と経済評価しようと、まあ、そういう流れができてきます。で、それが、まあ、行動経済学と言われる分野になりまして、で、まあ、その認知バイアスがなぜできたのかっていうのもさらに踏み込んで、考えるのが神経経済学という形になっています。で、まあ、デカルトライ分化した、専門分化した話が、まあ、近年になって、ここ50年間ぐらいで、まあ、融合し始めている。まあ、そういう状況になっています。これが全体像ですね。で、今回、私が説明したいのは、この赤の部分ですね。私、経済的な意思決定モデルのを、まあ、主に勉強してきたので、このあたりについて、どういうふうに発展していって、まあ、どういうことが課題で、で、どういうふうに変化していったかっていうのを説明したいと思っています。で、不確実性化の意思決定モデルの発展の過程なんですが、説明するのは、効用から、主観的期待効用まで、行きまして、で、まあ、期待効用モデルっていうので、リスクを回避する、まあ、人の傾向っていうんですね、を、まあ、うまく説明できますよっていうのを説明します。ただ、まあ、期待効用モデルがうまく当てはまらないような状況がありまして、それについて説明して、それぞれ、まあ、二つ、典型的なパターンがあるんですが、そのそれぞれについて、まあ、解決策となっているモデルを紹介するという流れで、2番目はやっていきたいと思います。で、まず、効用と効用価値説の話ですね。効用理論というのは、まあ、端的に言うと、人は最も満足する選択を行うという、話になります。で、まあ、効用、満足度を、まあ、効用、ユーティリティと言います。社会哲学だと、効利と言われてますが、同じユーティリティという効用という単語です。で、人は効用を最大化するように意思決定するとモデル化します。で、効用っていうのは、まあ、経済学の財サービスだけじゃなくて、愛情とか同情、正義感の気まぐれ、まあ、そういうのも含めて考えることができますよと。いうことなので、まあ、見た目、功利主義とか、効用とか、見た目ほど、言葉のイメージほど利己的な個人を仮定しているわけではないということです。結構広い概念になります。で、これが、まあ、効用を最大化するためには、まあ、数理モデル化するので、まあ、効用関数みたいなのを考えるんですが、この効用関数は、まあ、財とかサービスが増えれば増えると上がると、上昇するというのは、まあ、当然として、結構重要なポイントとして、上側にこう凸状態になっているということです。これが、何を意味しますかと、何を意味するかといいますと、まあ、一単位あたり財が増えるときに、まあ、財とかサービスをもともとあんまり持ってなかったら、すごく一単位増えると満足度が上がりますけど、結構持ってたらそんなに上がりませんよと。まあ、こういう状況を想定してます。これ、限界効用の提言って言うんですが、まあ、こういう状況を想定することで、まあ、価格が決まったり、後で説明するように、まあ、リスク回避の傾向がうまく説明できたりします。まあ、効用はそういうふうに、まあ、満足度が、財が増えるごとに、徐々に追加的な地帯あたりの満足度が減っていきますよと。傾きが平らになってきますよと。まあ、そういう前提が置かれます。で、まあ、効用を導入することで意思決定問題が、まあ、効用最大化問題として扱えるようになります。なので、まあ、数学的とか、まあ、理屈で意思決定を扱えるようになる、数学的にモデル化できるようになるんですが、ただ、
高揚っていうのはさっき、満足度ってまあぼんやりした形で定義しましたけど、まあ、高揚って一体何とか、高揚の値はどういうふうに計測するのとか、高揚っていうのは個人間に比較できるのかとか、まあ、そういういろんな、まあ問題が出てきて、まあ、それが高揚を人それぞれ主張する人が変われば変わるというのが問題だということで、まあ、公用をもうちょっと厳密に基礎付けようというのが、先行という概念になります。プリファレンスと呼ばれています。で、先行というのは、好みとか態度のことでして、まあ、二つの選択のうちどっちを選ぶかっていう、まあ、好みとか態度のことを先行と言います。なので、どちらかを選ぶかは観測可能です。で、しかもこの先行というのを数理的にまあ、こんな、大小企業をニョロにしたような記号で、まあ、数理的に扱うことができて、これは、X1 を X2 以上に好むと。で、これは別に X1 とか X2 が数字じゃなくてもよくて、リンゴとみかんとか、扇風機とエアコンとか、まあ、そういうのでも大丈夫という形で、まあ、広く扱える記号に。まあ、こういうふうに、どっちが好きか、まあ、どっち、同じぐらい好きも含めて、記号化、します。で、こういうふうに先行を決めてやると、実は、この先行が、甘美性と水性という、まあ、二つの性質を持つと、応用関数を考えるのと数学的に同じですよ。ということが、まあ、比較的簡単に証明できます。で、この甘美性というのは何かというと、まあ、今考えている選択肢の集合のうち、まあ、どっちかが好き、もしくは同じぐらい好きっていうのが、定義できますよ。水性っていうのは、XJ が XK 以上に好きで、XK が XAT 以上に好きだったら、XJ は XAT 以上に好きという。まあ、順番がぐるぐる回らないっていうことですね。ちゃんと推移、きちんと推移してますけど、好きな順番が回ら、循環しない。まあ、そういう性質、二つの性質を持ちさえすれば、この順序関係を、応用関数で表してもいいですよ。まあそういうことが表す、公用値の大小関係で表せる、まあ公用関数っていうのが存在しますよということが証明できます。なので、まあ先行っていう概念を導入することで、公用がまあ選択データで基礎付けられるということになって、まあ明確になりました。ただ、この選択をベースにした公用モデルっていうので、今も経済学っていうのは、ミクロ経済学は主流的には、まあ、構築されてるんですけども、まあ、選択肢の結果が確定的な場合しか今のところ扱ってないので、それを不確実な状況に、まあ、どういうふうに展開していくかというのが次の課題になります。で、経済学は不確実性を2つに分けまして、客観確率が分かる状況であるリスクと、分からない状況である真の不確実性というふうに分けます。これは、工学の、偶然的不確定性というのが、まあ、リスクに相当して、認識論的不確定性というのが、まあ、真の不確実性に相当すると。まあ、そういうふうに、考えても問題ないかなと思います。まあ、客観確率が分かる状況と分からない状況。不確実性2つの種類がありまして、で、まずは客観確率が分かる方法、状況ですね。そこからモデルが作られていきます。これが、期待公用モデルと呼ばれているモデルです。で、期待公用モデルっていうのは、まあ、公用の期待値を計算して、で、期待、まあ、それを期待公用と言います。で、期待公用の大きい選択肢を選ぶと。まあ、そういうモデルになります。選択肢が、X1 が P1 の確率で出ますよと、X2 が P2 の確率で出ますよ、みたいな選択肢と、Y1 という結果が Q1 の確率で出ますよ、Y2 の結果が Q2 の確率で出ますよという選択肢を比較するときに、それぞれの結果を、の得られる公用を、確率で重み付けして、期待値を出して、それの代償でどっちが好きかっていうのが決まると。まあ、そういうモデルです。まあ、期待、一応、まあ、自然な成り行きというか、まあ、逆に言うと、ちょっと安易だなというふうに感じちゃうんですが、ただ、実はこの期待公用で意思決定するという背景には、ちゃんとロジックがありまして、
それが、まあ、行理と呼ばれている、まあ、先行の過程、それを満たせば、人は期待行用モデルに従って選択すると考えてもいいですよ。まあ、数学的に同値の条件ですよ、ということが知られています。で、まあ、この4つの行理っていうのを満たせば、期待行用モデルに従って意思決定することと同値になるんですが、この4つの合理っていうのの、まあ、完備性、推移性っていうのは、さっきの話と同じで、まあ、どちらかが好きですよとか、どちらが以上、同じぐらい好きも含めて選べるということと、まあ、循環しないということ。あと、連続性っていうのは、F が G 以上に好きで、G は G 以上に好きだったら、まあ、その真ん中の G を、両端の F と H をうまくこう、組み合わせることで、アルファでつなぐことで、比率で、つなぐことで、まあ G と全く同じ、G と同じぐらい好きなものを作れますよと。まあこういう話です。これはどちらかというと、まあ、先行が滑らか、になってますよという、まあどちらかというと数学的な条件になります。で、独立性っていうのが非常に強い条件なんですが、まあこれも直感的には当たり前に見えて、F が G 以上に好きなら、まあ、任意の H という別のくじを、まあ、同じくじを付け加えても、アルファでつなぎ合わせても、まあ、同じもん組み合わせてるんだから、左がこうなりますよ、ということですね。まあ、ちょっと言い方を変えると、まあ、それぞれのくじの共通部分は、まあ、無視して、違ってる部分だけの好き嫌いで、まあ、全体の好き嫌いも決まりますよと。共通部分は無視してもいいですよと。まあ、そういうような条件になります。まあ、この、まあ、比較的納得できるような条件4つ満たすと、人は、まあ、期待雇用モデルで意思決定しますということが、数学的に同値の条件として言えるということになります。で、リスクの状況は、まあ、期待効用モデルでうまく説明できますということになったので、今度は、真の不確実性ですね。こっちの、客観学術で分からない方はどうすればいいのかということですが、それは、主観的期待効用モデルというのが、作られることで解決します。で、主観的期待雇用モデルを作るために、まず主観確率っていうのを考える必要があるんですが、主観確率っていうのは、任意の事象 A と B のどちらの主観確率が高いかっていうのを、まあ、選択データからわかるように、まあ、組み立てるということなんですが、そのためにどうするかというと、2つのくじを仮想的に作ります。くじ A、は、事象 A が生じれば1000円。それ以外は0円。くじ B は事象 B が生じれば1000円。それ以外は0円。まあ、こういうくじを作っています。例えば、事象 A が明日晴れる。事象 B が明日雨になる。という状況だったら、まあ、晴れれば1000円。それ以外は雨になれば1000円。それ以外は0円。まあ、そういう2つのくじを作ってやって、で、くじ A をくじ B 以上に選択するという、まあ、選択結果が観察できれば、まあ、結果は同じなので、事象 A が事象 B 以上に、事象 A は事象 B 以上に生じやすい。まあそういうふうに判断できるでしょう。ということで、まあ、晴れのくじを選ぶ、雨のくじと晴れのくじで晴れのくじを選ぶなら、明日は晴れるとその人は思ってるんだろうということがわかる。ということで、事象の起こりやすさっていうのも、その選択の結果から二項関係で表すことができて、で、同じような議論をどんな事象にでもやれば、二つの事象でどっちが起こりやすいかっていうのは、こういう二項関係を、まあ、二つの、まあ、この起こりやすさの関係式、記号で表せて、で、これで表せると、まあ、向量関数と同質の似たロジックで、まあ、主観確率速度みたいなのが、定まりますよと。まあそういうふうな議論で主観確率っていうのは作られています。ただ主観確率の話と、まあ選択の効用の話をガッチャンコして作ろうと思うと結構大変で、
あ、その前にちょっと。で、結局、主観確率を用いた主観的期待公用モデルはどういうモデルになるかというと、選択肢 F は X1 という結果が A1 という事象の時に出て、X2 という結果が A2 という事象の時に出るというような、まあ、選択肢と、結果 Y1 が事象 A1 の時に出て、結果 Y2 が事象 A2 の時に出るというような選択肢と比較するときに、まあ、それぞれの事象について、主観確率というのが一つ決まりまして、で、その主観確率を用いて期待公用を出した、その代償関係で決まりますと。まあ、そういうモデルが出来上がります。で、これがもう、客観確率の期待公用と同じように、まあ、条件があります。で、客観確率の期待公用モデルの場合は、すごく直感的に理解しやすいような条件だったんですが、まあ、公理、先行の過程だったんですが、まあ、主観確率になると、だいぶ、こう、きれいに、ギルボアっていう人がだいぶきれいにまとめてくれたんですが、まあ、それでもだいぶわかりにくい、まあ、条件になっています。で、弱順序というのは、まあ、完備性と推移性を満たしますよ、という話と、あと、この P2 っていうのがすごく強い、シュアシングプリンシプルって言われてるんですが、まあ強い仮定でして、まあ独立性の公理に匹敵するような仮定でして、あとの3から7までは、P3 から P7 までは、まあ解が存在するとか、あとはまあ主観確率と公用関数を分離するための条件につながるとか、まあそういうちょっと数学的な条件になります。で、この P2 が、キーなんですが、まあ、この7つの条件を人が、まあ、ちゃんと満たしてれば、人は主観的期待公用モデルに従って選択するというふうに考えられるという理屈になっています。なので、まあ、主観的期待公用モデルというのが開発されたことで、まあ、客観リスクの状況だけじゃなくて、真の不確実性の時も、まあ、主観リスクということで、主観確率を作って、意思決定しますよと。で、さらに主観確率っていうのが客観確率に一致すると、そのまま期待公用モデルになるので、まあ特殊ケース、主観的期待公用モデルの特殊ケースとして、まあ全て、扱えますよと。まあこういう成果になります。で、まあこれすごく、強力な成果というか素晴らしい成果で、まあ経済学の世界で主流なのは、まあ、この枠組みで考えていると、未だにそうだと思います。ただ、この主観的期待公用モデルと、あと期待公用モデルですね。で、リスク回避とリスクプレミアムっていう、リスクを人が回避する傾向も、うまく表すことができまして、それを簡単に紹介しますと、壺の中に赤玉2つ、青玉2つ入っている状況。で、赤玉を引くと100万円、青玉を引くと0円。まあ、こういう状況、まあ、客観くじと、くじと、あと確実に50万円もらえるっていう状況と、まあ、どっちを選びますかというと、まあ、期待値で言うと同じ、50万円になるんですが、確実に50万円もらった方がいい。まあそういう傾向を、まあリスク回避性というふうに言います。で、どれぐらいリスク回避してるのかというのを測るために、まあこの50万円からいくらかお金を引いてやって、で、ちょうどこの客観くじでもいいですよと思えるぐらい引いた、その金額が、まあリスクプレミアムというふうに定義できます。簡単な例で言うとそうなります。で、期待公用モデルでそれがどういうふうに表現されるかというと、確実な50万円っていうのは、まあ、公用関数がこのようになって、まあ、50万円のところが、まあ、確実な50万円の公用になります。で、客観くじの場合は、100万円得られた時の公用と、0円の時の公用とで、まあ、確率2分の1なので、ちょうどその間のところに満足度、公用が来ます。で、公用関数が、まあ、
限界雇用を提言している、まあ、上に凸の形っていうのが、さっき言ったような話でありますので、まあ、雇用慣性がこういうふうな、上に凸である限り、まあ、確実な、金額の方が期待値で得られる期待雇用より、まあ、高くなるというふうに言って、で、さらに、そこから確実なものを雇用から、まあ、これで X だけ引くと、ちょうど期待雇用と一致しますよという、そういう X だけ、X 線だけ引いている、この X 線が、まあ、リスクプレミアムというふうに定義されます。まあ、こういうふうに、期待雇用モデルでリスクを回避するという傾向と、あと、それをどれぐらいあるかっていう定量的に測る方法が、まあ、作れるということで、非常に、まあ、よく使われている方法論になります。モデルになります。で、期待も雇用モデル、すごくいいモデルで、いろんなところで未だに現役バリバリで使われているんですが、ただ、まあ、やっぱり、いくつかの欠点がありまして、一つは、ちゃんと現象を説明できているのかと、人の意思決定という現象を説明できているのかという批判が、まあ、結構根強くあります。で、私は公理なんか知らないし、今、公理に従っている意思決定している覚えもないと。まあ、こういう、まあ、意見ですね。まあ、これに対して、どういうふうに回答してるかというと、まあ、記述的な側面から言うと、まあ、人は期待雇用モデルで、の意思決定っていうのは期待雇用モデルでうまく予測できているので、まあ、あたかも、まあ、考慮を満たして選択しているとみなしてもいいんじゃないかと。まあ、うまくこう説明できている、大体のケースはうまく説明できているので、まあ、考慮に従って従ってないっていうのは、まあ、抜きにしても、まあ、まあ、仮想的にまあ満たしていると、意思決定して、満たして選択しているとみなしてもいいんじゃないかというような回答が一つ。もう一つは、特に期待雇用モデル、客観リスクの方ですが、まあ、4つの条件、考慮っていうのは非常に、常識的だったので、まあ、合理的な選択であるっていうふうに言うには、さっきの4つの条件ぐらい満たしておかないといけないですよね。まあ、そういう規範的な側面からも説明されています。で、ただ、すごく うまくできているモデルなんですが、まあ、系統的に、予測を外すというか、系統的にうまく説明できていない状況がありまして、それのが、まあ、アレの判例というのと、エルスバーグの判例という2つあります。で、アレの判例というのはどういう状況かといいますと、あなたはどちらのくじを選びますかという、問一と、まあ、この問一っていうのは、10% の確率で5万円、89% の確率で1万円、1% の確率で0円。で、くじ B は 100% の確率で1万円。まあ、こういう2つのくじ。どっちを選びますか？まあ、そう言われると、まあ、多くの人は、まあ、くじ B です。確実に1万円もらう方を選ぶと。で、次に、あなたはどちらのくじを選びますかということで、10% の確率で5万円、90% の確率で0円、くじ D は 11% の確率で1万円、89% の確率で0円。というふうになると、まあ、ほとんど一緒だけど、金額結構違うんで、まあ、くじ C を選ぶという状況になります。で、これは実は期待雇用モデルでは説明できなくて、まあ、期待雇用モデルをちゃんと、雇用、まあ、数式で書き下せばすぐ証明できるんですが、まあ、直感的に図で、書くと、まあ、くじ A は 10% で5万円、1% で0円、89% で1万円という状況で、くじ B は、まあ、100% で1万円というところで、共通している部分、89%、1万円の部分を、まあ、無視して、してやると、まあ、この、赤黒の方をよりくじ B の方を選んでると、黄色の方を選んでるというのが統一になる。一方で、くじ C は、赤が5万円 10%、黒が 90% で、くじ D は黄色が 11%、黒が 89% になってるんですが、
これも共通部分を除いてみると、赤5万円、黒 10%、黒 1%、で、黄色が 11% ということで、まあ、同じ、状況になっているんですが、選んだ方は真逆になっているということになっています。なので、まあ、紅葉が、共通部分が、同じだったら違う部分だけ比較してもいいよっていうのが、まあ、独立性の法理だったんですが、それが満たされてないので、期待紅葉も満たされないということになります。で、これを、まあ、現象的な観点から説明すると、まあ、人っていうのは確実な結果を重視するという、確実性効果があるぞということと、まあ、確率を歪めて意思決定している。0周辺の小さい確率と、1周辺の大きい確率の場合は、すごい変化に敏感に反応するんですが、まあ、間ぐらい、30% から 80% ぐらいの中程度の確率変化に関しては、まあ、あんまり意識しませんよ、重視しませんよ。まあ、そういう傾向がありまして、で、それはまあ、本当に数多くの実験で、確認されています。まあ、これが、先ほどの R の判例が生じる原因になっています。で、もう一つの方、エルスバーグの判例っていうのは、壺がありまして、赤玉が30個、黒玉と黄玉が合わせて60個入っているというような、壺を考えます。まあ、これをくじに使うんですが、なので赤玉の数ははっきり分かってても、黒玉と黄玉の数の比率は分かんない。合わせて60個っていうだけが分かっていると。まあ、そういう状況のもとで、どっちのくじを引きますかという話なんですが、壺 A、くじ A というのは壺から玉を一つ引いて、赤玉だと1万円、それ以外は0円。くじ B は赤玉を一つ引いて、壺から玉を一つ引いて、黄玉だと1万円、それ以外は0円。まあ、こういう状況の時は、まあ、はっきり数字が分かっている赤玉、くじ A の方を選びます。で、二つ目、壺から玉を一つ引き、赤玉か黄玉だと1万円、それ以外は0円。くじ D は、壺から玉を一つ引き、黒玉か黄玉だと1万円、それ以外は0円。まあ、こちらも黒玉と黄玉だと数がはっきり分かってるので、合わせて60個と分かってるので、でこっちは、黄玉の方がよく分かんないから、よく分からないということで、まあ、くじ D を選ぶということになって、で、まあ、このような、問1だとくじ A が選ばれる、問2だとくじ D が選ばれるという状況になるんですけども、これも、この、黄玉の部分はですね、問1では2つの選択肢で0円で、まあ、同じ。なので、ここを外すと、赤玉と黒玉の、まあ、くじに。で、問2も、今度は1万円ですが、ここは共通、くじ C とくじ D で共通なので、そこを外すと、この同じ赤と黒は同じ組み合わせになる。で、同じ赤1万円、黒0、赤0、黒1っていうのと、赤1、黒0、赤0、黒1っていうので、同じもん、黄色を除けば同じなのにもかかわらず選択がひっくり返ってると。まあ、そういうことで、期待雇用モデルをうまく説明できませんよということになります。で、この時に、実は黒玉、黄玉の比率をですね、まあ、どんなふうに与えてやっても、結局、同じこと、理論が成立して、なので、黒玉の主観確率をどんなふうに与えても、この選択っていうのは表せないっていうのがポイントになります。で、まあ、エルスバーグの判例が生じる原因として、まあ、独立性の公理にあたる、公理2、P2、シェアシングプリンシブルというのが満たさないというのが原因で、現象的な側面から言うと、確率が不明な事象より、確率が明らかな事象を好むということです。なので、まあ、主観的期待雇用モデルで、不確実性が全て主観リスクとして扱ってもいいという話だったんですが、まあ、そういう、曖昧性と主観確率が一つに決まらないような状況に出てきますね、ということで、まあ、客観的にリスクが分かる状況と、リスクは主観的なリスク、確率は作れるけど、作れる状況と、主観確率も一つには決まらないような状況と。まあ、それを曖昧性というんで、まあ、三つの状況に分かれるというふうに、
今はなっています。で、アレの判例も、エースバグの判例も、なんかすごく、重箱の隅つついたような感じがするんですが、実は、まあ、文脈によって、分野によっては非常に重要になりまして、例えば、災害の文脈だと、アレの判例というのは、まあ、発生確率が小さい時の状況で、期待効用モデルがうまく意思決定を表せないということなので、重要になってきますし、あと、エルスバーグの判例の方は、まあ、災害の発生確率っていうのは不確実性が大きいので、まあ、主観確率を一つに決められるような状況じゃないですよね、ということで、まあ、重要になって。ということで、防災の文脈だと、まあ、アレの判例もエルスバーグの判例もすごく大きな問題になってくるのかなというふうに思います。で、アレの判例の方に関して、まあ、それの解決案というのがプロスペクト理論ということになります。で、プロスペクト理論っていうのは、期待効用モデルと似ているんですが、まあ、確率が重み付け関数によって変換されるのと、効用関数でなくて価値関数という関数で、説明されるの。まあ、2つ大きな違いが出てきています。で、一見ちょっと期待効用モデルと大きく違うように見えるんですが、期待効用モデルの方をプロスペクト理論の形に合わせて書き直すと、まあ、こんな風に書けて、これ、pj が1から i までで、こっちが1から i マイナス1までなので、まあ、ここ結局 pi しか残らないんですが、pi かける uxi の、まあ 合計ということなので、期待効用モデルになっています。で、ここのそれぞれに重み関数がつくのと、u が、まあ、価値関数、効用関数が価値関数に変わっているという点で変わっています。まあ、こういうふうに展開することで、拡張することでうまく、いろんなことが説明できるようになるのがプロスペクト理論です。で、効用関数と価値関数で何が違うかと言いますと、効用関数はこういうふうに、現状どこにあるか、どこに位置するかによらず、まあ、上に一つの滑らかな効用関数になってるんですが、価値関数の方は現状が結構重要なポイントなんです。これ参照点と呼ばれるんですが、まあ、ある種の現状をよく、参照点の一般的なケースは現状で、まあ、現状から利得の場合と損の場合で、得する場合と損する場合で、まあ、効用の関数の形状が違いますねっていうのが一つ大きなポイントになってきています。で、もう一つ、重み関数ということで、まあ、確率が重み付けられたんですけれども、まあ、その時に、こんな風な、逆 S 字型という形になっています。ちっちゃいとこから、まあ、中間ぐらいまではギューッと大きくなって、で、その後、反応が薄くなって、最後またガーッと高くなるということです。で、期待効用モデルはこの対角線です。対角線で、その重み関数を考えています。期待効用モデルも、この重み、この重み関数は、まあ、特殊ケースとして、対角線ぴったしだったら、期待効用モデルになります。という関数です。で、プロスペクト理論の成果と課題ですが、まあ、成果としては、期待効用モデルで説明できなかった、現状を重視するだったり、まあ、得する可能性より損する可能性を重視するだったり、微小な確率の変化に対しては過剰に反応するけど、中程度の変化に関しては、まあ、あんまり反応しないよというような状況を説明できまし、表せまして、で、あれの逆説も解決できるということになっています。ただ、まあ、じゃあ、なんでこの価値関数は S 字型で、重み関数は逆 S 字型なのか、みたいな話が課題として載っています。で、もう一つのエルスバーグの仮説、判例に関しては、この曖昧性化の期待効用モデルっていうので、まあ、対応されてまして、この曖昧性化の期待効用モデルっていうのはどういうものかというと、主観確率が有地に定まらないような状況、まあ、曖昧性の状況における意思決定モデルになります。ただ、まだ、いろんなモデルが提案されて、競合しているような状況で、主流、これが主流だというモデルはまだ決まってない状況です。
ただ、まあ、その中でも、まあ、3つほど有力なモデルがありまして、ね、それが、この3つ、下記の3つです。で、まあ、例えば、ある事象 A について、確率 P が有値に決まれば、主観期待行動モデルになるんですが、まあ、確率に幅がありますよと。幅があることを認めますよっていう場合が、アルファマキシミン期待行動モデルっていうものになります。で、確率の確率みたいなのがありますよという状況が、二次確率期待行動モデルになります。で、あと、まあ、プロスペクト理論みたいな形で、重み速度、確率速度じゃない速度で評価されますよっていうのが、ソースディペンダント期待行動モデルっていうのになります。で、それぞれちょっと簡単な例で説明したいと思います。まず、曖昧性回避っていうのを簡単に、まあ、ツボのくじで説明しますと、ツボの中に玉が3つ入ってて、そのうち玉が6つ入ってて、そのうち3つは青色、3つは赤色と。まあ、こういうふうな、客観確率が分かっている状況と、玉が6つ入ってて、赤玉か青玉かが入っているんだけれども、その比率は分かりませんよ。そういう状況で考えると、で赤玉だと100万円もらえますけど、青玉だと0円、何ももらえませんよというくじ、2つのくじがあったときに、まあ、多くの人はこの、はっきり確率が分かっている方を選びます。これが、まあ、曖昧性回避というふうに呼ばれています。で、リスクプレミアムと同じように、この、よう分からない、比率が分からないというくじと同じぐらいになるように、まあ、このくじからお金を差し引いてやって、その、ちょうど同じになる部分のお金が曖昧性プレミアムというふうに定義できます。で、3つのモデルのうちの最初の一つですね。幅があるケースなんですが、まあ、こういう、玉の色の、まあ、確率がはっきりしないような状況のときに、最善のケースと最悪のケースっていうのを考えます。理論上はですね、まあ、0個から6個までになるんですが、まあ、アルファマキシミン期待行動モデルだと、まあ、その意思決定者が、まあ、最善ケースと最悪ケースというのを考えて、まあ、1個から4個まであるぞというふうに考える。で、これが、まあ、曖昧性認知と言われてますが、まあ、それのもとで、それぞれ、最善ケースの期待効用と最悪ケースでの期待効用を計算して、それを、まあ、アルファという曖昧性の態度で、まあ、繋いでやると。アルファパーセントは最悪ケース考えて、1マイナスアルファパーセント、アルファパーセントは最善ケースを考えます。アルファが大きいほど、まあ、悲観的だし、曖昧性回避的というふうに考えられます。まあ、こういうモデルがアルファマキシミン期待行動モデルです。で、二つ目が、二次確率期待行動モデルということで、まあ、こういうふうに状況がわからないときに、赤玉が6個の状況から赤玉が0個の状況まで、それぞれ、まあ、シナリオ W1 から W7 まで考えて、W1 が起こる確率。まあ、W1 のときは、赤玉を引く確率は 100% です、ね。ただ、その W1 になる確率っていうのは、まあ、二次確率という形で、まあ、0% ですよ、というふうに考える。で、W2 っていう状況だと、赤玉比較すると 6分の5ですが、まあ、W2 は、この意思決定者は 10% として見ましてますよ。まあ、そういう形で、まあ、二次確率みたいなのを導入する方法です。で、これ、ロジックツリーとちょっと似てるんですが、まあ、W1 から W7 までのロジックに対して、まあ、それぞれロジックの重みがついていると。いうモデルなんですが、まあ、大きく違う点としては、まあ、それを、まあ、統合して評価するときに、まあ、それぞれの期待効用を二次確率で重み付けして計算するんですけど、この曖昧性、態度の関数という、まあ、効用関数に近い、まあ、上に一つの、形状の、まあ、関数を挟むというか、まあ、それで評価することで、まあ、その、直接、まあ、
短くして期待、期待雇用を重み付けしたのとはまだ違って、曖昧性に対する嫌う態度みたいなのが導入されているという点が一つ違います。これが、まあ、直線という、だったら、線形だったら、まあ、ロジックツリーのモデルとほぼ一緒ということになります。で、三つ目が、ソースディペンダント期待雇用ということで、まあ、客観確率のあるツボを情報源 O のくじとみなして、客観確率がない状況を情報源 S のくじとみなします。で、情報源 O と情報源 S で、まあ、赤玉が出る確率は主観確率として同じというふうに設定したとしても、その情報源 S に対しては重み関数がこう違うことで、まあ、こっちより、こっち、情報源を、S より情報源 O を選ぶという選択を表現するというようなモデルですね。まあ、この主観確率と客観確率を一緒にしないといけないということはなくて、まあ、ここでも違うし、ここでも、重み関数でも違うという形で表せます。で、今は結構、実験結果から、説明力が高いということで主流になりつつあるのが、このソースディペンダント期待雇用モデル。になっています。で、まあそうですね。はい。で、曖昧成果の期待雇用モデルとして、まあ曖昧成果で意思決定モデルは扱える、エルスバーグの逆説が解析をできるという成果があるんですけども、まあ、どのモデルが良いかっていうのはまだ不明ですし、実はさっきの3つのモデルも、裏には公理という先行の過程が置かれてますが、それが非常に複雑で直感的な解釈が難しいという状況になってまして、そもそも公理っていうのは意思決定モデルの妥当性を客観的に検証するために導入されたんですけれども、まあ、ちょっとその役割は果たしてなさそうないかなっていうのが率直な感想です。まあ、伝統に沿って作られているということだけですね。なので、まあ、そういう妥当性をどれがいいのかっていうのを、説得的に選べるための基準みたいなのが必要になってます。で、まあ、今までは、まあ、ある種合理主義の枠組みでのモデルだったんですが、そこから、自然主義的なアプローチが、芽生えてきているので、まあ、そこを紹介したいと思います。で、これは、プロスペクト理論と二重仮定理論が、合わさって、まあ、行動経済学っていうのが生まれたんですけれども、例えばですね、プロスペクト理論で解消した、まあ、参照点重視するとか、損よりか、損を得することより重視するとか、まあ、確率の変化に対して、まあ、場所によって、その、反応度が違うよみたいな話っていうのを、先行の過程じゃなくて、まあ、認知神経科学的な基盤から説明するという、そういうアプローチになっています。で、この二重仮定理論というのはどういう理論かと言いますと、まあ、人の意思決定というのは大きく二つのシステムからが、まあ、共同することで、できているというふうに考える理論でして、システム1っていうのは、まあ、直感的な話ですね。高速で自動的、大雑把、感情的、直感的、その代わり労力や注意が必要ないし、エネルギー消費量も少ないっていう部分と、まあ、これは大脳辺縁系を中心に、作用しているんじゃないかと言われているような部分と、あとは、熟考し計算して緻密ですが、まあ、注意や労力を必要としてエネルギー消費が多いという、まあ、理性に近いようなシステム2という、これは大脳システム、人間に発達が著しい、まあ、大脳システムで表されている。まあ、こういうふうに考えて、この2つの、まあ、共同で意思決定がされると。で、そうすると、まあ、うまくこう、機能しているときは問題ないんですが、うまく機能しない場合があって、それは、まあ、認知的バイアスというふうに呼ばれたりします。で、すごく、
それが強力だなと思った例のうちの一つが、私が思った例のうちの一つがこれなんですが、臓器提供プログラムに登録する意思のある人の割合っていうのを、まあ、ヨーロッパで調べたところ、デンマークからオランダまではこんなもんですが、スウェーデンからポルトガルまではほぼ 100% に近いという状況です。で、これがなぜなのかということなんですけども、まあなんか最初カトリックとプロテスタントかなとかなんかいろいろ考えたんですが、実は、臓器プログラムの初期設定が、スウェーデンから下は初期設定が、まあ、臓器プログラム登録しますよ。で、オランダからデンマークは初期設定が登録しませんよとなってると。それだけの違いだったということです。もちろん、後から変更できるんですが、ただ初期設定のまま皆さん放置しているということで、こんな差が出ている。まあ、結構、臓器プログラムって、重要な問題だと思うんですが、まあ、そんな感じで決まっちゃってるんだなという衝撃の結果になっています。で、まあ、そういう認知バイアス的なもの、まあ、ここ心理的な傾向を、まあ、逆らうことなく、まあ、逆に言うとうまく活用することで、まあ、より良い選択を促そうという、まあ、そういう方針がありまして、で、それが、まあ、行動経済学で、ナッジと呼ばれているような方法論になります。心理学、行動科学の知見、まあ、バイアス、認知バイアス的なものを活用した政策設計をした後、まあ、経済学の技術で、まあ、政策を強化するという、まあ、組み合わせになっています。で、結構、大きな成果も上げてまして、一つが、アメリカの企業年金なんですけれども、まあ、普通の労働者にとって、企業年金に入ると、会社の方も同じだけ積み立ててくれるので、非常に有利なんですけれども、まあ、60% ぐらいしか入ってなかった。まあ、それは初期設定が入らないだったからなんで、それを初期設定を入るにして、まあ、いつでも辞めてもいいですよみたいにしとくと、まあ、加入率は80%ぐらいまで上がりましたという成果とか、あとは、貧困農家、で、まあ、発展途上国の農家なんですが、収穫が終わった後にですね、は結構お金を持ってるんですけど、まあ、肥料が必要っていう頃にはもうちょっとそのお金を使い果たしてないぞ、言って、結局肥料を使えずに収穫量が減ってるみたいな、そういう状況があったので、まあ、収穫直後に肥料を買うようにして、で、肥料を届けるのを、まあ、本当に肥料をまくのに必要な時期にするというふうに、まあ、タイミングを変えるだけで、まあ、多くの農家さんが収穫量増大して、まあ、豊かになる。豊かになる。まあ、そういう、成果を上げています。まあ、こういうなんか、ちょっとした工夫で大きな成果っていうのが、まあ、注目されて、まあ、世界中で、いろいろ、このナッジを使っ、行動経済学を使ったような政策を考えようというふうに動いています。ただ、まあ、これも今がピークみたいなところがあるのかなと私なんか思うんですが、まあ、その心理バイアスっていうのをうまく使うっていうので、まあ、それもある程度限られてるので、もうそろそろうまく使う方法もなくなってきたというのとか、あと、心理バイアス自体が、まあ、文脈とか、状況によるので、実際どういう状況だったら本当に心理、この心理バイアスが生じるのかみたいなのが、はっきりしない。で、まあ、そういうことがあるので、まあ、もしそのメカニズム、本当のメカニズムが分かってないと、解決策が的外れになっちゃうというような、問題もあります。なので、さらにもう一歩進んで、神経、的なメカニズムから、まあ、そういう人の意思決定を説明しましょうみたいな、そういうのが神経経済学になります。で、神経のメカニズムで説明するのと、あと、また、その神経メカニズムがなぜあるのかっていうのは、まあ、進化論の過程で、を援用して説明する。まあ、こういう二段構えになっています。で、政策的な観点から言うと、まあ、このミスマッチ仮説っていうのが、重要な、側面になりまして、人間の生物的進化っていうのは、ほぼ20万年前からあんまり変わってないみたいです。まあ、ほぼ一緒。
なので、我々というのは実は野生環境でチューニングされ、最適にチューニングされててあって、まあ、現代の環境だとそれがうまく当てはまるとは限らないということがあります。このミスマッチパセスでよく言われ、取り上げられるのが、まあ、進化医学の世界で言われている話なんですが、カロリーの取りすぎですね。我々、人間というのは、まあ、もともとカロリー不足に対応するようにできてあって、まあ、心の方も体の方もカロリー不足に、まあ、状況に耐えられるように作られてて、ジャンクフードも含めるとカロリーが大量に取れるような、環境には合ってないということで、まあ、それで、それが生活習慣病みたいなのを起こして、まあ、今医療的に、大変だと、まあ、そういうふうな理屈です。まあ、そういうのが、まあ、ミスマッチ仮説の代表的な例になります。で、いくつか、神経系大学の結果を紹介するんですが、一つは先ほど言った現状維持バイアスですね。初期設定の強さみたいなのが、神経的基盤としてはどういうふうに決まっているかというと、使用価格っていうのが、大きな役割を果たしているのが分かってきているみたいです。で、使用価格っていうのが、活性化すると、まあ、現状維持を選択する傾向にあって、で、この使用価格っていうのは、難しい状況で判断を求めるときに活性化する領域ということが分かっています。で、まあ、何か、意思決定するなら、どっかが、脳みそのどっかが光っているというのは当たり前なんですが、まあ、こういうふうに神経基盤が分かると、現状維持バイアスだったり、感性だったり、保有効果ですね。なんか物をもらったら、そのもらって自分の手元に置いただけで、すごく価値が高まるみたいな、そういうのが、まあ、同じ現象できてるのか、それとも保有効果なんかは、まあ、単純接触効果でも説明できるとか言われてるんですが、まあ、それが効いてるのか、まあ、そういうのが、区別できるようになるっていうのが一つ目になります。で、紅葉の枠組みで言うと、実は利得ですね、報酬に関する神経メカニズムっていうのがありまして、黒質とか不足ヒガイアっていうところから、まあ、ドーパミンが、線状体とか側坐核っていうところと、まあ、前頭前野っていう、まあ、ところに流れることで、まあ、まあ、こういう満足度というか、喜びが得られると。いうことが分かっています。で、まあ、この報酬に関するメカニズムっていうのは、実は、財とかサービスだけじゃなくて、美しい絵を見たときとか、まあ、悪いやつを罰したりとかしたときも同じ、このメカニズムが使われるらしくて、まあ、そういう、根源的な部分は同じところで使ってんだな、というのが分かると。あとは、まあ、ただ、その種類によって、どこら辺が強く活性化するかというのは違ってくるので、まあ、質の違いなんかも、表せますよ。分かってきてますよという話になっています。で、紅葉理論において、それが重要になる側面というのは、実は、さっきの報酬系の仕組みが、報酬をもらうことで、機能するというかは、報酬を期待することで出てるっていうのが、分かってきていると。で、これ、猿の実験なんですが、画面を見せて、緑ランプが出たらシロップが出ますよという、まあ、訓練を積みます。で、ある程度訓練を積むと、予告なしの報酬の場合は、シロップが出た時に、まあ、ドーパミンがいっぱい出てます。まあ、喜んでます。ただ、予告ありの場合、緑のランプがついたら、まあ、その時点でまあ満足度を得ちゃって、実際もらったときは、そんなに反応してないということになります。だからこれ、紅葉関数だと、もらったときの満足度みたいになってるんで、まあ、このあたりがちょっと、拡張の余地ありみたいな話になってる。で、面白いのが、予告あって報酬ない場合は、予告のとき満足度が高まるんですが、まあ、ドーパミンが出るんですが、実際にシロップもらえなかったということで、ちょっとがっかりしていると、減っているというのが分かります。
で、これは猿の実験ですけれども、まあ、人間でもFMRI の画像とかで、まあ、確認されているような現象です。で、ちなみにこの報酬予測誤差というのは、強化学習の TD モデルというのでうまく説明できるということです。で、リスクに関してですね、不確実性に関して、どういうことが分かってきているかといいますと、リスク下の選択ですね、くじがあって、2つ、赤のカード、青のカードで、赤のカードが出ると10ドルもらえる。で、その枚数が分かっている状況と、確実に3ドルもらえる状況と、まあ、こういうくじと、ただ曖昧性以下の状況ですね。赤と青のカード20枚合わせてあるけど、何枚それぞれあるかは分かんない。ただ赤が出ると10ドルもらえるんです。というのと、確実に3ドルもらいます。まあ、どっちを選びますか。まあ、こういうのを選択してもらったときに、リスク下の選択だと、さっきの予測報酬誤差と関係する部分ですね。報酬、線量体の活動が増加するということになっています。で、一方で曖昧性下の選択の場合は、前頭眼窩質っていう、この、目の上の部分とか、あとは扁桃体っていう、まあ、感情を司る部分ですね。で、この前頭眼窩質っていうのは、まあ、感情とか情動の制御とか、動機づけに関連している部分と言われてて、で、ちょっと意思決定しているときに、強く活動している部分が違うということが分かってきています。で、曖昧化成果の方は、まあ、感情に近い部分が強く機能しているということで、まあ、曖昧性っていうのは、主観リスクとして扱われてないということが、まあ、示唆されます。なので、主観的期待行為モデルで全ての不正を表すというのは、やっぱりちょっと脳科学的な観点からもおかしいということが言えるということになります。で、実は、その感情と理性っていうのが、通常なんか対立構造みたいに見られがちなんですけども、感情っていうのは実は理性的な意思決定するために必須の土台だというような知見も、どんどん蓄積されてまして、ソマティックマーカー仮説とかって呼ばれてるんですが、情報が来たときに、外部からの情報は扁桃体を通じて、身体に作用して、身体のモニタリングを、等皮質がチェックして、で、前頭前野に、判断のところに送るというのが通常の流れなんですが、実は、あたかも身体ループっていうのがあって、ここの等皮質のところに、身体の、バーチャル身体みたいな、デジタルツインみたいなのができてまして、それの反応を見ることで、より、素早く意思決定できると。そういうふうな構造があります。で、実はこの終末皮質から伝わるこの、意思決定、前頭前皮質、理性に当たるようなところに来る情報というのはすごく重要でして、それを検証したのが、アイオワギャンブリング課題と呼ばれる実験になります。4つのカードデッキから自由に選んでカード1枚引く作業を100枚繰り返す。で、実験中は精神発汗を計測します。ということで、4つのデッキがあって、 A、B は、1枚引くと1万円もらえますよと。で、CD は5万円、あ、5000円もらえますよ。まあ、A、B の方がお得なんですね、一見。ただ、外れっていうのもありまして、外れの確率は2分の1で、まあ、外れ金額ばらつくんですが、平均値でマイナス2万5千円。で、外れの確率10分の1ですが、一発でかい12万5千円、罰金があるというようなのが A、B です。で、実質的に1枚あたりの期待値に直すと、まあ、不利なデッキになります。で、CD は、1万円ごとは、利益は AB に比べて低いんですが、外れの金額も低いんで、罰金も低いんで、まあ、実質的には有利という。まあ、これで、参加者カードの中身を知らないまま引いていって、どれを選ぶようになるか、最終的にどれを選ぶようになるか。最初は、まあ、ランダムに引くんですが、まあ、ある程度学んでくると、AB を引くようになってくる。で、それが、まあ、どういうタイミングでどういうふうに行われるかっていうのを見る実験になります。で、健常な参加者は、と、情動、感情を司る部分に損傷を持つ参加者とで、2つの参加者で、参加してもらったんですが、
健常な参加者は、まあ、意識しないうちに、まあ、CD、有利なデッキから引くようになります。で、CD なぜ引くのって言っても、その時は答えられない。ただ、そういう状況、本当になんでそっちを選んでるのかわからない状況でも、A や B から引こうとすると、精神性発汗ですね。恐怖をちょっと感じてるという、まあそういう現象が見られます。一方で、まあ、情動に関係する部分に損傷を持つ参加者の方は、ある程度進んで有利不利が分かったとしても、損するデッキから引き続けたり、まあ、損するデッキから引こうとしても、精神性発汗の顕著な増加は見られない。まあ、そういう結果が得られてまして、で、この結果が意味するのは、まあ、意思決定するときに、まあ、カードの有利不利、デッキの有利不利っていうのを身体で感じている。で、適切な意思決定には、無意識の情動的な身体反応っていうのが、必要だということが言われます。で、この実験はまあ、いろいろ検証されてて、まあ、おおむねそういうことは、言えてるというような状況になっています。で、まとめると、合理主義から自然主義に、まあ、大きな流れがありまして、信念欲求みたいな意識的な概念だけで人の意思決定を説明するというのは、まあ、ちょっと限界があります。で、意識の土台になっている無意識、情動や身体反応も意思決定に大きな影響を及ぼす。まあ、そういうのの大きな、実証的な証拠が蓄積されている。というのと、あと無意識から意識への影響過程っていうのが、まあ、いろんな技術で、ある程度扱えるようになってきて、身体と心のシームレス化っていうのが進んでますよ、ということになります。で、課題としては、まだ知見が断片的なので、体系的な整理モデル化が行われてないということと、あと、まあ、政策的な観点だと、無意識のメカニズムを、まあ、応用していいのかという、まあ、倫理的な問題があります。で、この、まあ、無意識メカニズムを応用するというのは、行動経済学のナッジでも重要な問題になっているので、サンスティーンという、まあ、行動経済学、ナッジを提案した研究者の一人が、まあ、徹底的に検証してまして、まあ、目的手段実質過程の透明性とか、受け手に政策介入を拒否する自由を与えるというのは、まあ、これ必須の条件です。ただ、これらを満たしてたとしても、やっぱりまだマニピュレーションじゃないのかと、人身操作じゃないのかっていう、やっぱ疑念は残りまして、まあ、ただそうは言っても、政策として無意識メカニズムに影響を与えないっていうことは、まあ、考えられないので、ポイントとなるのは、まあ、無意識メカニズムに意図的に介入することが倫理的に問題なのかどうかっていうところが重要になってくると思います。で、そのサンスティンという先生は、まあ、こういうことを一般論で言うのは難しくて、ケースバイケースだというふうに言ってるんですが、私もそうだなと思ってまして、その中でも、意識的な気づきとか、より良い理解につながるような介入なら、まあ、認めやすい。あと、現状が悪い状況ですね。進化的ミスマッチの状況で悪い状況になっている場合でも、まあ、そういう無意識的に、メカニズムを意図的に介入するのは認められやすいんじゃないかなというふうに考えます。で、それを大きく2つの軸で説明する、分けて整理すると、まあ、無意識情動、システム に介入するのと、意識理性に介入するのと。あと、適切な意識的理解とか選択を促進するのと、適切な無意識的行動を促進するのと、まあ、大きく分けられるかなと思います。で、まあ、問題なのはこっちですね。教育情報提供なんかは、意識的理解。まあ、訓練なんかはどちらかというと無意識的行動を促進するということで。で、一番問題なのはこの左下ですね。情動的な、戦場的なキャンペーン。まあ、誤解するような見出しつけるとか、そういうやつとか、あとは初期設定。あと、シートベルトの警告音ということで、車に乗った時にシートベルトつけてないとピーピーうるさいということで、私、シートベルトつけるのが習慣化しましたけれども、まあ、これなんかは、例えば、防災グッズを買わないとピーピーになるというのと犯罪的なんですが、まあ、シートベルトの警告音だとなんか許されるような気もするな、という。まあ、まあ、ケースバイケースのいい例かなと思います。で、無意識に介入しても、意識的な理解を促進するみたいなケースは、
あると思ってまして、まあ、それはブーストとかって最近は呼ばれてるらしいんですが、まあ、時計をちょっと早めといて、今の状況をより正確に理解しやすいようにするとか、まあ、リマインダーとかですね。あと、まあ、景観デザインの先生と話してると、例えば、熊台のキャンパスが、まあ、校舎に、入り口から校舎に向かうのに、ちょっと道がくねらせて、熊台は、五校記念、五校っていう昔の、名前なんで、まあ、五校記念館っていう、まあ、で、熊台のアイデンティティにかかるようなのを見せるようにするみたいな。まあ、そういうのも、ある種、マニピュレーション、かなとも言えるんですが、まあ、そこまで問題じゃないのかなと思うと、まあ、このあたりが、研究のターゲット領域になるのかなと思っています。すいません。で、結局私の研究で何をやったかっていうのがほとんど時間がなくなっちゃったんですが、曖昧性化の状況において意思決定モデルっていうのを適用しています。で、これ、最初の2つは、統合プロで、多田野先生、森先生、中北先生と、あと、ジャン先生、橋君、あとは、龍谷大学の渡辺先生と一緒にやってる研究ですが、まあ、不確性の高い状況で、まあ、どういうふうに政策評価するかっていうのを検証したような研究と、あとは、自然的アプローチの研究の例ですね、一つ、紹介したいと思います。で、不確実性化、まあ、巨大災害とか気候変動っていうのは不確実性が大きいので、不確実性を考慮する必要があるんですが、まあ、予測における不確実性の定量化っていうのは、まあ、アンサンブルだったり、ロジックツリーだったり、まあ、ある程度進んでるんですけれども、結局定量化しても、平均値とか中央値使うんだったらあんまり意味がないんですよね、と。なので、そういう定量化された不確実性をもとに、まあ、経済学で進んでいられない世界の意思決定モデルを適用することで、まあ、きちんと政策評価しましょうというのが発想になっています。で、一つ目は、二次確率期待雇用モデルを、まあ、緩和政策、緩和政策に適用したような話でして、まあ、ネイチャー、ちょっと古いんですが、2009年のネイチャーの論文に、温暖化ガスの排出量と、2度以上平均気温が上がる確率っていうもの、まあ、不確実性が示されています。で、これが Excel データであったので、それぞれ、政策として決めれて、2つの政策を仮に考えました。排出量が2010年レベルで維持した場合っていうのを政策1、半減した場合を政策2として、まあ、それぞれ、どれぐらい、2度以上になる確率があるかっていうのを表した図に。で、19個のモデルですね。これが、先ほどの、まあ、これ19個のモデルなんですが、まあ、19個のモデルでこんな風に分布しますよっていうのを見せて、で、じゃあ、あなたは、2度以上上がる確率はどうなると思いますか、政策1の時を実施したらどうなると思いますか、政策2を実施した時どうなると思いますかっていうのを、まあ、こういうウェブツールで聞いてます。で、まあ、そういう聞いた話をもとに、まあ、政策1の方は、費用、負担、追加的負担費用0円。半減する方は、それより、まあ、XX 円高い。まあ、この金額をランダムに変えて、選択を求めることで、まあ、どういうふうに意思決定してるかっていうのを、曖昧世界でどういうふうに意思決定してるかっていうのを、二次確率モデルで評価しました。で、まあ、この実際どういうふうに認識してるかっていうのは、このグラフなんですが、まあ、米印が科学的に予測された、まあ、ネイチャーで予測されたポイントで、で、ボックスが、の真ん中の黒い線が、アンケートで聞いたやつなんで、まあ、ほぼ同じように考えてて、まあ、ちらほら違うことを考える人もいますよ、ということと、あと、曖昧性プレームを試算すると、大体 6.6% ぐらいになりましたということが分かりました。で、まあ、ちょっと補足、おまけみたいな研究なんですが、不確実性をこんなふうに見せると、一般の方は、この科学者に対する信頼とか予測に対する信頼を失うんじゃないかみたいな意見が結構根強くあったので、まあ、そういうのを検証するために、平均値を見せた場合、幅を見せた場合、まあ、
不確実性を見せた場合という状況で、まあ、ランダムに1個選んで見せて比較すると、まあ、複数値を見せた方が、予測者への信頼も、予測結果の信頼も高くなりましたよという結果になっています。で、これはまあ、大学とか大学に卒業した人ほど、まあ、クリアに見れましたという結果になっています。で、2つ目が、軽減、ミチゲーション政策の話ですね。アダプテーションなんです。軽減政策の話で、アルファマキシミン気体効用の、まあ、変種モデルみたいなのを適用しました。で、森先生にから、まあ、全球確率台風モデルで、200年間の台風シミュレーションを25回行ってもらうような、そういうデータをもらいました。で、それをもとに、各回、台風4つの最悪台風を選んで、で、氾濫シミュレーションを行って、で、それを、まあ、堤防のかさ上げレベルを変えて、やりました。で、まあ、その結果、平均予測だと、25回の平均予測だと、まあ、こんな感じの結果になっています。この色が濃い方が浸水度が高い。で、最悪のケースだと、25分の1の最悪のケースだと、こんな感じになっています。で、まあ、もちろん当然のことですが、最悪のケースは結構被害が出ているということになっています。平均のケースはそうでもない。で、それとは別に、まあ、この平均予測と最悪予測を、まあ、そこの大阪湾に住んでいる方々に提示して、どれぐらいの保険でどれぐらい入りますかみたいなのを聞いています。で、この金額をバラバラにすることで、まあ、どれぐらい価値があるかっていうのを、リスクが軽減する価値がどれぐらいあるかっていうのを推定するんですが、これを最平均ケースと最悪ケースのつなぎ合わせのモデルで、分析しました。このアルファっていうのが曖昧性回避度になってまして、で、推定結果からすると、だいたい 10% ぐらいですね、最悪ケースを重み付けして、意思決定するということが分かりました。で、それをもとに、堤防かさ上げ値メートルの価値を見ていくんですが、まあ、曖昧性プレームがですね、最悪のケースで被害がよく出てたので、大きくなるということです。で、通常の場合はこの期待被害の削減ですね。で、期待効用を考えるとリスクプレームということで、曖昧性意思決定モデルをこれも含めて考えるということになります。で、堤防かさ上げごとにどれぐらいの価値があるかというのを調べたんですが、まあ、意思決定モデルとしては 10% ぐらいしか、重み付けられてなかったとしても、堤防で平均的なリスクはカットされてて、最悪のケースだけ被害を受けるという状況があるので、曖昧性プレームが結構大きい割合で出てきています。この括弧の中が、全体におけるその各プレミアムとか被害額の割合になっていますが、結構曖昧性プレミアムが重要ということが分かりました。で、まあ、最後は、自然主義的アプローチに沿ったような形で、やった研究なんですが、もうちょっと時間がないのですいません。飛ばしまして、最後、まとめですね。まあ、今後の研究の方針としては、多様な不確実性を入れて意思決定するようなモデルを作りたいというのと、あともう一つは、今の知見、神経科学の知見がまあバラバラなので、それを防災・減災の軸にまあ統合することで、政策評価につなげるようなモデルを作りたいなというふうに考えています。以上で発表を終わります。すいません、長くなりましたが、これで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。